父にがっかりする。コロナ禍と切迫早産の中なんとか里帰りしてきて、やっと37週を迎えた。実家は、ど田舎で車がなければどこにも行けない。当然、陣痛タクシーなんてサービスはない。いざという時は、車を出してもらうしかないのだけど、父は、まだ晩酌をやめない。そろそろやめてねと声をかけて、本人もそろそろ控えると言いながら、毎晩食卓に着くと一足早く飲んでる父を見て、すごく残念な気持ちになる。街灯もまばらな田舎道なので、母は夜間の運転を怖がるのを分かっているのに。さっき、もう生産期だから、いつ生まれてもおかしくないからと話したら、そんな風に脅すなよ、おっかないと言われた。初めての出産で、切迫早産で怖い思いしてるのは私だよ。お父さんが産むわけじゃない。と言ったら、いや、そんなことはない。いじめにあった時、大学受験の時、結婚する時、大事な時に気持ちに寄り添ってくれないところも、気の小さいのも昔からなんだけど、改めてがっかりする。父は、自分を理屈の通った人間と思っていて、人に指摘をされるとものすごく拗ねるから、今この時、気持ちを言うのもしんどい。いざという時、お酒が入っていたら母に覚悟して運転してもらって、父は置いていこうと思う。もう、明らかに、父親にその気がないじゃない。そこまでして父親でなければいけない理由はなくないか？今から、母親に、病院までの行き帰りの運転の練習してもらって、その日に備えればよい。父にがっかりする。なんで今までダメだったやつにまだ期待するのか。そんな期待をしなければがっかりすることもないのに。あらかじめ病院の近くに宿泊することはできないかな。ウィークリーマンションみたいなのあったらいいんだけど。それか破水対策万全にして事情話して受けてくれるタクシー呼ぶか。母が夜の運転怖がるって気持ちの問題じゃないような、嫁が聞かなくなってる場合は飲酒運転と同様で、命預けるのは本当に危ない。近所の誰かにお願いは無理？破水してもシートを濡らさない、汚さないように、ブルーシートと古いタオルケット何枚か敷いて対策無理かな。それか事情が事情だから救急車を呼ぶしかないでしょうし、正しい利用方法でしょう。酒を飲んだらダメだと分かっているのに酒を飲んでしまう。アル中ではないかと。病院に相談してみては？胎児がある程度育っているなら促進剤使っての計画分娩ができると思う。父親は昔からそうなの？であれば、なぜ里帰り出産を選んだんだとしか言えん。ちょっと吐き出すつもりで書いたら、たくさんレスくれてありがとう。ある程度まとめて返信します。どうしようもなくなれば、運転については、母に頑張ってもらおうと思ってます。田舎のタクシーは遅いですし、老人ばかりのご近所さん、田舎は、いろいろなものが当てにならないので、母も、いざとなれば私が、と言っていますし、昼の運転は、毎日慣れたものなので、安全運転で行けばなんとかなると思ってます。本当にどうしようもなければ、救急車呼ぶ覚悟も持っておきます。父の性格は昔からです。母が専業主婦で子供たちのことは全て取り仕切ってくれたので、父の性格は家庭内でそれほど問題にならなかったんですよね。また私のことを愛してないわけではなくて、結婚式で泣いたり私に何かあるとなると分かりやすく動揺したりはします。小さい頃可愛がってくれた思い出もあります。それだけに気持ちを分かってほしい、分かってくれるはずと思ってしまうんでしょうね。酒もタバコも毎日少量ですが、やめられないようです。里帰りを選んだのは、一番は、お世話になった高齢の祖母のためです。このコロナ禍で今里帰りしなければ、いつひ孫を抱っこしてもらえるか？という気持ちで、自主隔離を挟んで強引に帰省しました。何より、いつも母は頼りになるので、もうどうしようもない段階だし、いざって時の決断をしても良いと思うよ。子供を可愛がるのと子供を理解することは別だし、
自分を理解してくれたからといって、自分の思い通りに動いてくれるかは、さらに別のこと。別だからこそ、父親は、車で送ってくれなくても、子供を愛してるとも言えるし、父親を当てにしない行動をとっても、あなたの父への愛のランクが落ちるわけではないから。出産頑張ってください。どうかご安全に。行動と愛は別という話、とてもしっくりきました。親といえ、度別の人間ですものね。悲しい気持ちは、ほどほどに、取れる行動をとっていきます。おばあさんのためだったのね。気持ちはわかる。それなら、病院に、夜に陣痛が始まっても、車を運転できる人がいないのでどうしたらいいか、微弱陣痛の段階で、病院に行かせてもらえないか相談しておいたらいいよ。私は、それで、1時間くらいの微弱陣痛で、午後から検診、入院、朝方出産してもらえたよ。母は強しで頑張ってね。実体験に基づくアドバイス、ありがとうございます。351さんの計画分娩の話も合わせて、今週の検診の時に病院で相談してみます。臨月なのに、運転手の父が酒をやめないと書いたものです。あの後、父に手紙で気持ちを伝えました。お産が近いと言ったのに、お酒をやめてくれないのは悲しかったということ。切迫早産と診断されてから、毎晩、これから陣痛が来るかも、と思いながら眠ること。返事はありませんでしたが、昨日から晩酌はやめてくれました。案の定、すごく不機嫌そうですが、里帰りの相談をした時は、お前のためなら何でもするとばかりのことを言いながらな。歳のせいか、ますます、頑固に意固地になっているようです。それでも、陣痛で、苦しい時に、ついてくるな。戸車の前で争うよりはマシかなと考えることにします。ちょっと疲れましたが、行動に移してよかったです。いただいたアドバイスも、いざという時のお守りとして大事にとっておきます。ありがとうございました。よかった。母子ともに健やかなご出産をお祈りしてます。